で3月に入ってから各公民館ですでに県政報告やってるもんですから、同じ話になる部分も多少はあります。で今日私は皆さんに何て言うんですかね、お話ししたいことは、まあ、今回の県会議員選挙で訴えていることは後ほどちょっとだけやりますけれども、それよりも私は皆さんと一緒に岡田の皆さんと一緒に、ね、夢を見たい、希望をつかみたいんです。もちろん私は先ほど赤根さん言われたし、芦田さんも言われたようにですね、社民党ってレッテルは貼られて貼ってるっていうか、まあ、自分が選んだ政党です。でもね、保育園から生まれた時から、まあ、岡田に住んで、青年会太鼓連やって、そして岡田出張所でもお世話になりましたし、消防団にもいた、今ここにいらっしゃる皆さん、まあ、来られていない方も含めて岡田地区に皆さんいる皆さんとですね、やっぱりね、一緒に夢を持ちたいし、見たいし、希望を叶えたい。どういう夢か、どういう希望か、それはね、皆さんの気持ちの中にあるものをぜひ出してもらいたいんです。一人一人がね、こういうお方にしたい、ね、こういう地域にしたい、そういうことをやっぱり口に出して、そしてそれをつなげた時にですね、やっぱり初めてね、実現できる可能性が見えてくる。でその実現するためにはやっぱり政治の力が必要だもんですから、そこは私が一生懸命頑張りたいというふうに思うんです。ちょっと身近な例で、あまりこう夢希望っていう話とはちょっとかけ離れてるかもしれませんけど、例えばこの向こう山を見た時にですね、3年前は青々と緑の松山でしたけれども、赤いね、松食い虫にやられちゃった松が1本2本と見えてきて、おや、なんか岡田の山にも松食い虫が出てきたじゃねえかなんてね、話になった。見る前にどんどん増えてってね、そしたら1人2人は、あ、この松食い虫の木なんとかしなきゃいけねえななんて思ってたかもしれない。だけどああいうふうに増えてきたら、みんながおい、もういい加減なんとかしなきゃいけんぞって話になってきて、まあ、芦田さんを筆頭にしてですね、岡田地区の中でしっかり相談をさせてもらいました。まあ、空中散布っていう手もあるんですけれども、しかしこの里山ですから、特に果樹をやってる農家が多いので、ネオニコチドイノ系の農薬はですね、どうしてもミツバチもやっつけちゃう習性があるもんですから、そういうやり方はちょっと岡田の中では難しいよということの中で、更新伐といって、まあ、順番に切ってね、新しい木を植えていく。これいいじゃないですかね、新しい木を植えていくんですよ。そしてそのできた里山ね、これから松食い虫でやられた松を全部切って里山がここにできる。そしてその里山とやっぱ地域の住民の皆さんがその自然に常にこう触れ合いながら、ね、自然と触れ合いながら生きていける、そんな岡田の姿がもう見えてきてるわけですね。一つのこうイメージが、私はこういうことがですね、本当大事だなというふうに思うんです。ただね、実際の政治の世界は、赤根さんからも言われていますし、芦田さんからも言われましたけれども、なかなか大変ですよ実際のところはね。市民の皆さん、県民の皆さん、そして国民の皆さん、いや今の政治本当に危ないなと思っていても、誰かがやっぱりそれは声を出して、ダメなものはダメっていう勢力が一方にないと、それ誰も止めなきゃね、安倍さんはですね、どんどん独走してきますよ。ほら、後ろなんか見ないですよ、あの人は。それはね、ちょっと待てと、俺本当にこのまま進んでいいのかということを、やっぱり言う勢力がなければ、それはね、危ない。今のやっぱり安倍政権は危ないです。私はそういう意味でも、地域の代表として、やりますけれども、しかし、最後はね、何かって言ったら、一人一人の市民の皆さん、皆さん一人一人の平和で安心な暮らしを作るために政治っていうのはあるんです。だから私は申し上げましたように、集団的自衛権を前提とした法整備には反対です。農業を潰す TPP にも反対ですし、まあ4年前にですね、3.11
大震災があって、福島の第一原発事故があって、岡田の皆さん、後援会の皆さんとも一緒に、南相馬へ行って惨状を見てきました。それはね、原発から30キロ圏内は空間放射線量今だって高い、そこにいる子どもたちを一人でも二人でも逃がしてあげたい、もうこれ以上放射能の中にね、子どもを置きたくない。だから今松本市長も肝入りで、今志賀村にある留学する施設を作って、今福島から8人の子ども、それから新たに今この島たちにですね、2人男の子をホームステイすることにしました。まあだから私はもう原発再稼働を本当にしちゃいけない、原発に頼らない国にしなければいけない、せめて長野県が全国で一番自然エネルギーにを進める、そういう県にしたい、この思いは変えるわけにはいきませんけれども、でもね、それは何のためかってことなんですよ。何のためか、それは先ほど申し上げましたように、一人一人の市民の安心で平和な暮らしを作るためなんです。私はもちろん岡田党であり、まあ、社民党でもあるわけですけれども、そういう意味でこの選挙戦を戦わせていただいています。今回のスローガンはですね、ここに書いてある通りにですね、松本発夢つなぐ県政という言葉を使っています。ご存知の方いるかと思いますが、ジョン・レノンの奥さんで日本人の小野洋子さんという方がいらっしゃいますが、この方がこんな言葉を言いました。一人で見る夢は実現できないけれども、みんなで見る夢は必ず実現できる。そして私はそのためにはつないでいかなきゃいけないと思うんですね。今格差が拡大をしていて、一旦社会から落ちこぼれてしまうと、もう生活保護を受けに行く、ハローワークに行く力さえなくなってしまっている、生活貧困層ってのはたくさん増えてきて、実は増えているんですね。アベノミクスって言ってますけども、実は増えてきています。そこで私は安倍知事にも、これは知事の方で、同じ安倍なんだからなかなか難しいんですけれども、安倍知事に提案して、国が始めているパーソナルサポート事業をまず長野県でやろうということを提案して、個別な相談を受けたら、それを関係機関につなぐ、そういうシステムを作り、国も生活困窮者自立支援法を昨年新たに作って、今度はこれが19市そして10の広域地域地方事務所単位に、このパーソナルサポートセンターを作ることになりました。それから地震災害で、じゃあ長野県はどうするのかということが問われたものですから、これも私提案しました。地域防災計画の中に原子力編を作ろう。柏崎刈羽原発から野沢温泉村、栄村は40キロ50キロ圏内だ。そして下伊那郡に行けば浜岡原発から70キロ圏内、福島で松本まで250キロだけれども、毎日ああいうふうに空間放射線量が松本でも上がったり下がったりするわけです。ですから地域防災計画の中に、万が一の事故に対応した原子力編を作ろうということを提案して、長野県は全国の中でも一番先にこの原子力編を作りました。また時にですね、ライフラインが JR 東日本の中央東線が止まった、それから千葉にあったガスタンクが爆発したということで、あっち側から入ってくる石油が止まってしまいました。そしてもしこれから南海トラフの大きな地震があれば、西からも入ってこなくなるとなれば、長野県内のライフラインどこで確保するのかというとですね、今度3月14日にオープンした北陸新幹線で、その代わりに第三セクターが、信濃鉄道が、それ伊北、長野伊北も信濃鉄道が運行することになりました。今ここは貨物列車走ってないんです。走ってないんですが、万が一の時には貨物列車を走らせて、ライフラインを北から入れると。そのために JR から年間4億円の支援をもらうということも実現をしました。もう一つは地域公共交通です。今日もですね、実はですね、昨日は一日チャリンコでですね、自転車で市内を遊説してたんですが、松本市内ね、なかなか自転車で安心して走れる道路って少ないですね。でましてはこのイオンモールがですね、来れば大交通渋滞ということはすでに予想されています。でこれからはですね、郊外に駐車場を大きく作って、そして公共交通で市内に入っていくような
地域公共交通を一つのモデル的に作らないとですね、まあこの松本市内はちょっと大変なことになるなというふうに、まあ昨日も自転車で走りながら思いましたけれども、私はまあある意味公共交通の政策はライフワークとして取り組んできたんです。それはですね、7年ほど前にですね、この地元の松本電鉄が民事再生法で会社再建をするってことになったもんですから、まあ、そこで働いている皆さんをですね、のクビになっちゃいけませんから、まあ、なんとか地域公共交通、国がやっている地域公共交通活性化事業というのがあるもんですから、これを利用して市町村がもっと支援をして路線バスを走らせてということを取り組んできました。まあ、赤字で一部なくなってしまったところもあるし、そういう取り組みをする中で嬉しい話は最近一つだけありましたけれども、今井にある松本養護学校があるんですが、朝一番の一便しか下今井までバス行かなくてですね、それに養護学校の生徒乗ってくるんですが、2便目に乗った子どもたちは空港までしかバス止まっちゃうんですよ。それでそこに松本養護学校からスクールバスが迎えに行くってことになってたもんですから、これをですね、いやこれはいくらなんでもなんとかしなきゃいけないよって言って2便目も下今井まで走らせてくれというふうに、まずは松電に直接私直訴したんですね。いやそしたら中川さん、そうは言ったってね、俺らもね赤字じゃ走らせられないよっていうふうに言われて、そりゃまあそうだよなと思って、今度は松本市の交通政策課に行ってですね、こういう事情なんだと、法定協議会っていうのがありまして、松本市の交通対策協議会として市がその赤字部分を補填をするから、2便目もですね、下今まで走らせようということを3月13日の法定協議会で決めてもらったんです。いやこれは本当に私嬉しかったですよ。すぐ松本養護学校の校長先生、教頭先生から電話がかかってきて、本当に助かったと、ありがとうございましたって言われましたけれども、これね結構なんていうんですかね、県会議員妙理に尽きるような話でしてね、学校教育の話なんですね。松本養護学校の課題と交通政策、これをまずつなげたということ、それから養護学校の教育っていうのは県の仕事だけど、一方でこのバスを走らせるっていうのは市の仕事なんですね。でこれを県と市のところを結びつけたんですね。でそういう意味で言うとですね、これは県会議員議員妙理に尽きるなというふうに思ったんですが、これは本当に県会議員になってよかったなと、いろんなこの勉強してきた中でこことここをつなげればうまくいくんだと、まあ、一つのこういう例ができたわけです。でそういう意味で私はですね、最初に申し上げましたように、皆さんと一緒に、平和で、安心な暮らしができるそんな社会を作るために、一生懸命頑張りますけれども、それは皆さんと一緒に作りたいんです。皆さんがどういうやっぱり岡田地域にしたい、松本市にしたい、長野県にしたい、そして日本にしたいのか、そのことをやっぱりみんなで議論しながら、話をしながら、そしてその思いをですね、実現できるように、この長野県議会議員選挙を通じて一生懸命頑張ってまいりたいというふうに思います。昨日は長和へ行きました。長和でですね、挨拶、遊説から降りて40件くらい挨拶回りをしました。そこでおばあちゃんたちがみんな待っててくれてですね、いや厳しいってじゃねえかってみんな言うんですよ。あれなんでみんな俺が厳しいとこ知ってるかやと思ったら、僕の高校の卓球部の後輩がですね、あらかじめみんなに電話してくれてあって、いや維新からなんか新しい候補が出て中川ちょっと危ないぞでぜひ頼むってみんなに電話してくれてあったもんですから、みんな中川さん厳しいってじゃねえか、私絶対入れるでねってみんな言ってくれて、私の手を取って胸におばあちゃんがですね、胸に手を挙げて頑張りなさい、私たちも頑張るでねっていうふうに言ってくれてですね、先ほどお話ありましたけれども、大変厳しい選挙なんですが、負けられないんです。負けられない、絶対負けられないんです。負けないんです、絶対負けません、負けられない、こういう思いで残された選挙期間、私自身全力で頑張り抜いてまいりたいというふうに思いますので、どうか地元の皆さんの最終最後までのお力添えをいただきますこと、心からお願いを申し上げて、決意表明ということにさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。